What's up, ladies and gents? どうも皆さん、こんにちは。デッドマーキュリーです。トゥームレイダーは2013、プレイしていきたいと思います。いやー、久しぶりの投稿になりますね。結構、4日くらい空いてしまって、このところ結構体調があまり良くなって、で、ちょっと前まで熱があってね、その熱は治ったんですけど、頭がね、頭痛が続いてて、で、その普段は全然頭痛痛くないんですけど、ヘッドフォンをつけてゲームをやり始めると、なんか痛くなってくるという謎の現象が起きておりまして、で、今ヘッドフォンしてても、もうだいぶマシになったんでね、再開したいと思います。Around. You're gonna have to patch it manually through the maintenance panel. Okay, that sounds simple enough. Yeah, well, you're gonna have to find it first. On those old towers, they installed those panels high up. I mean, way high up. Climbing again. Great.はい、でここ簡単に説明しますと、まあ現場に着いたんだけど結局使えなかったと。でもうボコボコにやられててね、錆びちゃってて、でダメだったから、どうすればいいってこう技術担当のアレックスに連絡しましたと。でそしたらもう手動で実際に登ってラジオの電波塔に登ってやるしかないということで、今からその、レディオ電波塔まで登って、マニュアリーに手動でなんていうの、その電波をSOS を送信するという感じになります。でね、今英語を最後 Great つってね、ララクロフト言ったと思うんですけど、あの Great ってね、その決して素晴らしい、本当の意味で素晴らしいっていう意味で言ったわけじゃないんですよ。まあ当たり前ですけど、今からララは一番上まで登んなくちゃいけない状態で Great っていう、その Great っていうのは最悪っていう意味なんですよ。だからその Great ってね、本当毎回毎回いいっていう意味で使われなくて、結構最悪っていう時も Oh, great っていうことがあるんで、そういうことちゃんと教えてるのかなと思いますけどね。Great イコール絶対いい意味で使われると思ったら、それは大きな間違いっていう、まあ、それはいいよいしょ。さてと、まあ、今回もノーダメ目指してやっていくわけなんですけども、新しい場所に着きました。ベースエクステリア、トゥームレイダーってことね、どこに敵がいるのか全く分かんないから、常に銃を構えていつ敵が来てもいいようにねしておかないといろいろめんどくさいんだよね。さあちょっと装備が強化できそうなんで強化しよう。687ギアが溜まっているので2回ぐらい強化できそうですね。サルトライフルを強化するか、弓を強化するか、それかピストルハンドガンを強化するかって感じ。まあ、メインウェポンとして使っていくのはおそらくアサルトライフルだと思うんですよ。で弓はそのステルシーに敵を仕留めたい時用で、ピストルは臨時用だと思うので、今回アサルトライフルアモキャパシティということで弾数ですねを追加しました。でまだもう一丁使えるから、これで、スティーディーエイムということで、そのまあブレないというか、まあ、まあ簡単に言うとリコイル制御しやすくなる、狙いやすくなるっていう感じですね。おい、あのセックス野郎、あ、これは確実に死んだな。
さあ、バトルシーン来た。How many are there?オッケー、バトルシーン終了。よしよしよし。さてと、今から本じゃ倒した死体のそのアイテムをいろいろ拾っていきたいと思います。よいしょ。確かアサルトライフルの弾薬がこの辺にあったはずなんで、これこれで、多分もう一丁坂の、下の方にあったはずなの。これだ。あ、フルか。オッケー。まあ、アサルトライフルは120発最大で持てるみたいなんで、常に、120の状態にしておきたい。で、弓矢の矢は結構至るところで拾えそうなんで、まあいいとして。よいしょ。ボス来たな。どけ、彼女は俺のものだ。ボス来ました。盾持ちか、ブリッツみたいだ。来い。これはピストルの方がいい。ピストルというかライフルの方がいい。近づいて攻撃させて、おい、援軍来るか。ああ、予想通りだ。
Alright! So far so good! ダメージ食らってないぜ。さてと、アイテム回収。さあ、今年も、もうすぐ E3 の時が迫ってまいりましたけど。さあ、毎年ね、楽しみにしているイベントですけど、今年はどんなゲームの情報が出るのか。まあ、Days Gone はね、おそらく来年に出ると思われまして。で、あとあれだね、ゴースト・オブ・ツシマ、スパイダーマン。この辺がどうなるか。スパイダーマンはもう出たか。ゴースト・オブ・ツシマか。ゴースト・オブ・ツシマがいつ出るかですよね。で、新作アサシン・クリードね。アサシン・クリード・オデッセイの情報も出ると思われますし、まあ、なんといってもスプリンターセルの新作ですよ。私はもうそれに全てをかけていると言っても過言じゃないか。まあ、だって2013年のゲームなんで、スプリンターセルの今の最新作ブラックリストって。だからもう5年間待ち続けたこの時を、スプリンターセルブラックリスト。もうワールドカップが4年に一度なんで、それより待ってる。5年間だから。で、なんか私の情報によると、私の情報というか、なんか見つけた最新作スプリンターセルの名前はスプリンターセルアポカリプスらしいんですけど、まあ、本当かどうかは分かんない。E3 とかでね、公式に発表されたらもう確実なんですけど、結構偽の情報とかもううろうろしてるんで、結局どれが本間か分かんないんですよね。あの情報が本間だったら、スプリンターセルアポカリプスという名前で2018年今年の E3 で詳細が出るらしいです。いや、もうスプリンターセルが出た限りはもう任しといてください。完全ステルスやってみせるんでね。さてと、ほんで、先進んでいって、ついに塔までやってまいりました。やっと来たよ、ここまで。はい、りょっこらしょ。どうやって降りんねんこれ。はい、しゃあ、行くぜ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 。 OK, here goes。 よし、行きましょうということですね。いいね、いいね。おっ、ララクロフトの精神力は本当にやばいわ。しゃ、着いたかな。まだ登る。綺麗綺麗、すごい綺麗。今一瞬だけやけど、ウィッチャーのスケビッチを思い出しましたね。この雪国の感じが。ウィッチャー3ワールドハンドのスケビッチの。いやー、怖いなーこれ。高所恐怖症の人だったらもう死んじゃうねこれね。てか、まだ上行くんかいこれ。どんだけ上行くねん。まだ行く。これウォッチドックス2の時に登ったタワーよりまだ高いぞ。えぐいえぐいえぐい。うわ、飛んだし、やば。うわ、えぐいえぐい。これはやばい。きたー。おお、すごいな。来た来た来た、やっと来たぜ。頂上というか、てっぺん。さあ、連絡するか。アレックス、ララ、パネルのところに来たわ。よっしゃ、よくやった。で、そのタワーからトランスミッターのあれをブーストできるはずだ。了解した。まあ、緊急のチャンネルを探すんだ。で、その、なんていうかな、その、探した後に、ラジオの、右と左にパネルがあるけど、その右と左のパネルを調整して、音がはっきりと聞こえるようになるように、パネルを調整しろっていう、そういう意味ですね。その後に、ララ、みんな、
お前に感謝してるぜみたいなことを言いました。はい、ということで、ダイヤルをくるくる回して、今こう音が聞こえてると思うんですけど、実はこの音声をはっきりと聞こえるようにダイヤルを動かしていくわけだが、こちらララクロフト、ドラゴンズトライアングルの島に取り残されてしまった、助けとそのなんていうのメディカルサプライがいる医療品というか、で今反応があったと。こちらエアクロフト、こちら飛行船というか、なんかその目視できる何かをやってくれ、今そちらに向かうっつって、だからお前は俺のヒーローだ。レイズも今笑ってるぜ、笑顔だぜみたいな。ニードシグナルなんで、まあ、さっきも言いましたけど、その助けに来てくれる、救助してくれる人が見やすいように、まあ、なんか煙たくとかそういう感じで、あのシグナルを送れっていうことですね、目視できるような。